で、また始めたいんですけども、もう一度やってみたいと思います。今度は解説など、まあ、早く別に打っても、まあ、とにかく早く打ってみたいと思いますって。で、フレ、ディア、の、あ、間違いました。長続くんですが、やっぱり猛が出てくると打ちづらいなと思いました。ものが、まあ、でいいんですが、売れなくなりというところが、ちょっと指の動きが変でしたが。ここですね。やっぱり打ちづらいなと思いました。それに結構ミスが多かったですし、まあもう一度やってみたいと思います。
をなんとかノーミスで行ったんですが、タイムは129秒ですね。で、打点っていうんでしょう、打点速度、1分間で142文字ですね。1分間で、まあ、キーボードを叩いた回数というんでしょうか、文字入力速度が1分間に113ですね。ローマ字入力で、1時間でよく文章を打ったなというのは、大体自分の場合だと400詰め原稿用紙10枚、4000文字なんですが、そうすると、まあ、計算してみると、まだ時間は大丈夫ですね。まだ時間は大丈夫なんで、計算してみると、電卓を使って計算してみると、まあ、1分間じゃなくて、1時間で4000文字ですね。4000割る60で、1分間で66文字というタイプスピードですね。まあ、いろいろ考えたりする時間も含めての時間なんですが、1分間で113文字だとすると、1時間だと 113×60 ですね。まあ400詰め原稿用紙だと、今度割る400ですね、 16.、まあ、17枚かける計算ですが、まあこれは OAB シフトでも随分早い入力速度なので、それに考える時間も加えるともっと遅くなってしまうのかなと思いました。で、次はここ簡単だ、OAB シフト入力編上級編練習問題82、合格の目安193秒3というところからやってみようかなと思います。もう時間が、そうですね、だいたい時間は7分から10分の間で切ろうと思っているんですが、もうこれはちょっと間に合わないので、一回切りたいと思います。